も深まってまいりました。夜が更けてきたね。はい、実はここ天井がガラスのお部屋で、そうなんですよ、星が綺麗に見えるんですよ。ね、イギリス、今日はね、実はイギリスミュージックであれなんですけど、撮影してここね、よくお兄さん寝てるんですよ、この部屋。え、そうなんですか。そう、空を見ながら寝れるんでね。空を見上げてじゃないですか。ピアノを弾いて空を見ながらピアノが弾けるんですよ、裏にあるから。あ、これ、うん、お兄さんピアノ弾けるんですか。ちょっとだけね。知らなかった。だってお兄さん元ピアノの調律。あ、そうだ。すごい、もう何でも出てきますよ、ほったら。今日はね、うん、ちょっと面白いね、お話があるんですよね、うん、質問じゃないんですね。質問じゃないんですね。あ、違うんだ。うん、これサブチャンネルですからね。あ、これはサブチャンネルなんと、うん、水木ちゃん、うん、お兄さんのとあるところから情報をもらったんですよ。はい、もうちょっと、うん、アプリ的にはもう、なんだろう、そんな流行ってないかもしれないけど。そうなんですか。最近ね、アキネーターっていう、うん、iPhone とか携帯に入れるアプリで人を当てるのがあるんですよ。はい、そこに、うん、水木ちゃんがいるという話が。え、私？そう、実際に水木が出てくる話を聞いて、お兄さんやってみたんです、実際。はい、したら、うん、出たんですよ。出ました。出ました。いました。私いました。私いつそんなとこ入ったんだ。そうなんです、私加入してない。そうだよね、うん、なんか出てお兄さんもびっくりして。へ、それ実は気づいたの1ヶ月以上前なの。あ、そうなんですか。そうそう、水木さんにも言わなかったって1ヶ月ぐらい。あ、なんかアプリをうんうんやってた。そうそう、写真出たとか言ってた。そう、写真出たとか言ってたけど、あ、こういうやつ、アキネーター、うん、アキネーター、こういうやつね。うーん、私もまだ自分でやったことないんですよ、これ。お兄さんやった、うん、私 iPhone 容量いっぱいだから、いろんな人調べてみたら本当出た。出た。マツケンとか探して、絶対これ出ないだろうなみたいなやったんです。さすがにお兄さんとか出ませんか。出ないです。実名全然出ないです。お兄さんが出るわけがないんだけど、やってみました。アキネーター皆さん持ってますか。いや、多分持ってないと思うんですけど、やってない人も水木ちゃんを探して、私を探せ、そう、やってみたらどうかなと思います。なるほど、みんなでやったら面白いですね。そう、こうやってね、ほら、女の子とか聞いてくるんですよ。女の子とか聞いたら、うんうんうん、いいえって言っちゃダメですよ。いや、いいえってちょっとはいって押すんですね、これが。はいって押すと、はいって押すじゃないですか、うんうん、で、こうやって10代って言ったら、うん、水木ちゃんわからないって押してあげるんです、うん、なんでこれわからないって押すかというと、うん、水木ちゃんは、うん、一応プロフィール上は年齢不詳になってるから。そうですね、発表はしてません。だから、いいえって押すんですよ。何歳か、もう10歳、7歳ぐらいかもしれないし、7歳で。今日で、動物の耳が入ってますかとか出てくると、いいえとか押して。え、入ってなかった。入ってないです。ゲームに関係するって言うから、はい、JDK で絡んでるから入って押すんですよ。中国行きます、はい、スマホのゲームキャラって聞かれたら、いいえ。ゲームキャラなりたいですけどね、うん、で、やはり東方に関係があるってないでしょ。東方関係ないじゃないか。海に関係してる。海関係してない。好きかな、うん、あなたの想像しているキャラクターに何とかつく名前に横棒が入る。お、うん、うん、なんとかって伸ばす。日本人、はい、宇宙人、はい、黒髪、はい、イエス、実在する、はい、します。 YouTube 関係者、 YouTuber だからいいな。イエス。呼び方は2文字ですか。2文字じゃないですよね、うん、呼び名は2文字じゃないです。水、いいえ。マリオメーカー実況者ですか。何それ、マリオちゃん、これ。うん、年齢は20代ですか。わからない。9人で一番身長が低いですか。9人で一番っていいえです。9人って、9人いない。姉妹の中で長女ですか。はい。音楽に関係している。はい、これ出ますか。ね、しかもこの写真が、東京バイオリンの V に使われてる写真、これどっから拾ってきたのかなと。ねえ、本当
ですね、本当ですね。ああいうのって誰が設定するんだろうと思うけど、ちゃんと水谷瑞希歌手バイオリニストって出てる。いやー、ありがとうございます。正確な情報ですよ。正確な情報ありがとうございます。どなたかが入れたのか、そうなんだ。そうなんです。あのウィキペディアとかも不思議ですよね。自分がなんかやったことないのにね。そうらしいですよね。ありがとうございます。でもあれたまに違うのもあるからね。あ、そうなんですか。ホームページとかで裏取ってるみたいですけど ね。ホームページに出ないところはどんどん消えていきますよね。あ、さすが。ホームページのプロフィールとか変えちゃうと、うん、これちゃうでしょみたいなって削られたりするんで。変わるんですか。うん、すごい、アキネーターすごい。すでにプレイされたキャラクター157回って157人のうち、僕今日2回ぐらいやったから155回ぐらいこういうのが出てきます。魔人は何でも見通しだって出てくる。おー、魔人すごい。すごいよ、うん、これのね、ぜひこうサブチャンネルをご覧の皆さんに伝えてあげようかなという。やってみようかい。もうすでにやってる人もいるかもしれない。157回とかプレイされてるから、そうですね、誰かがやってくれてんだろうなと思って、でもなんか、こうコアな広告も出てきちゃう広告、これただのアプリだからいっぱい出てくるけど、まあ、アプリは仕方がないですよ、ね、アキネーターさんぜひみずきちゃん探しを皆さんしてみてくださいっていうところかな。遊んでみてください。面白いと思う。はい、他にもね、うん、出てくる子いるよ。あ、本当ですか、うん、東京バイのメンバーとか、うん、まあ内緒だけど。内緒なんだ、うん、いやそれはほら皆さんが頑張って試してる。ああ、いいですね。でも自分が思い描いてる人をこう考えながら、うん、そうだから正しい情報を入れていかなきゃいけない。あ、そうか、だからちゃんと調べない。博士太郎さんとか出ます。博士さんだって有名じゃないですか。あと直人さんとか。なんで直人さんだって有名じゃないですか、ね、岡部真知ちゃんとか。真知さんもだって綺麗で可愛いテレビ出てるんで、うん、私なんかね、まだ水木ちゃんも出てくるテレビ CM やってるから、ね、あ、テレビ関係ね、もう ね銀座なんとかクリニックとかね、ハイケアクリニックだな。そうそうそう、うん、ありがとうございます。水木ちゃんもこれで有名人の仲間入りかな。もっとね、有名にならないと。だって皆さん届かない。某撮影所で、うん、俳優さんが出ない出ないって絶叫してたよ。あ、自分がね、うん、あ、意外とみんな傷つくんだよ。いや、まあそうでしょう、ね、有名人探しみたいな感じだから、結構何でも出てくるんです。思い描いてた人を自分でどんどん押していくと、うん、結局その人に当たるから。へ、織田信長とかちゃんと出るから、ね、織田信長も入ってるんですか。出るよ。歴史的人物、亡くなった方も出る。昭和天皇とか。昭和天皇やったかな、やってないけど分かんないですけど、うん、へえ、出る出る出る。じゃあうちのお父さんとかは出ない。それ出ない、うん、出たら逆に怖い。そうですね、個人情報はね全部。でもこういうのってすごいよねすごいですね。もうお兄さんちょっとほんといろいろ、水木ちゃん以外でいろいろやったけど、うんうん、まあ東京バイルの坊ちゃんとか。坊ちゃん、まあ坊ちゃん、坊ちゃんね、まあね、うん、本人に喋っていいかどうか聞いてないけど、聞かないと。でもその坊ちゃんには LINE した、うん、出たーっつって、ひゃーとか言って驚いてたけど嬉しいもんですね。いやいや、出るのはすごいよ、もうこのうちのグループから2名も出たっていう、ね、いやー恐縮です。恐縮ですって感じですね。もうね、でもいろんな方、あのレアな方が探せる面白いもんだなと。へえ、意外と本当当たる。魔人は何でも見通しだって言ってるけど、やっぱりで自分の思い描いてその人が言ったら嬉しいですもんね。出る出る。そうです。名前なんだっけっていう時に、あ、逆に、うん、あ、名前忘れちゃったなんだっけみたいな、うんうんうん、でもすごいですよね、その質問の、そう、なんか内容的にはいろんなのがあって全部一人に絞り込むのものすごい。でもその人のこと知ってないとできない。そういうことですよね、うん、やってみよう。おめでとうございます。でも自分もこの度は本当に、いや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 、ゲームのアプリからまさか水木ちゃんが見れるようになるとはお兄さんも思わなかったんで。やった、うんうん、ね、ファルコムさんのゲームならまだしも ね全然関係ない。アキネーターさんから。アキネーターさんですよ、これ有名人探しですから。こんなアプリがあったのか。お兄さんは有名人探しのアプリなのかなと思ってたけど、うんうん、まあ、どういう仕込みになってるのかお兄さんは難しいことは全く知らないですけど、うん、まあちょっとお兄さんの仕事の現場で、はい、ちょっと1ヶ月以上前ちょこっと、ちょこっと聞いてみた。なるほど、ね、まあ、年寄り多いからね
ちょこっとみんな言って、でも役者さんとか、いやー出ないーとか言って、で、お兄さんは横で水木ちゃん出たんで、ドヤ顔してそれで LINE したんですよ。なるほど出たって。そう、私何のことやら全く分からなくてですね。だって写真とか出てない人もいるんですよ。ああね、写真出てる人と出てない人だけど、やっぱりみんな有名な人と写真出てくる、まあ、水木ちゃんも出ねえ、出ないんだなと思って、出たみたいな。あ、2回か3回やってみ、やりたくなるじゃん、出たら嬉しくて。出るまでやってみてください、うん、意外と普通に出る。ちょっとこうやって水木ちゃんのことを知ってる人なら多分出るかな。私が出るかな。だって正しいの入れていかないといかないじゃん。そうそう、動物の耳入ってますかって書いてる。妹ですかって言ったら、いいえって押すか、姉ですかって入って押すと、お姉ちゃんお姉ちゃん、だからそう、うん、正しくやっていくと結構当たる、うん、そうなんですね、うん、あだ名は3文字ですか2文字ですかとか、そういういろんな質問来て。あだ名って何。私あのそ柔道も出てきたことあるよ。あ、そうなんですか。だから結構なんかすごい情報入ってる。へえー、いろんなとこ。柔道有段者ですかみたいな。柔道黒帯ですからね皆さん。柔道有段者ですかって出た時は、うん、これすげえなとか思って。ね、すごいですね。どこまで調べてんねんみたいな。へえ、あと運転免許証持ってます。いや、それは当たり前ですよね。当たり前なんだ。まあまあ、今の人そうか、当たり前じゃないんだよな、今の10代とか。うん、最近取らない。でもうちの息子も取ってるぐらいだから結構みんな取るよ。まあ運転免許、それでも好きならね。そう、絞り込みをしていくんだろうね、コンピューターは。いや、やってみましょう、アキネーター。うん、はい。というわけで、年齢50代ですかって言ったらみんな家ですからねはいとかやんないでくださいね違いますよ、うん、皆さんご存知ですか、うん、大丈夫、ぜひぜひ、はい、お時間のある方は試してみたらいかがでしょうかと、うん、はい、Android でも、うん、iPhone でも、うん、無料で遊べる、うん、ダウンロードできる、うん、ゲームですから、はい、ぜひぜひお試しください。お試しください。というわけで、どうしようもないけど、ちょっと嬉しかったニュースでございました。ありがとうございます。